どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーンマリオットホテル個人的攻略方法解説っていうのをねやっていきたいと思います。GoTo トラベルキャンペーンがね7月22日からね、始まるということで、GoTo トラベルキャンペーンについてはちょっとね解説動画別に出しておりますんで、そちらね見ていただきたいなと思うんですけども、今回ですねマリオットボンボイホテルにねスポットを当ててね解説やっていきたいと思います。 GoTo トラベルキャンペーンに関してですね、結構質問をいただくんですけども、このマリオットボンボイホテルのポイント宿泊をねして、ホテルとかねその他アクティビティ、レストランとかラウンジとかね、そういう利用をホテルの部屋付けにした場合ね、今回のこの GoTo トラベルキャンペーンにね対象かどうかっていうのね結構聞かれるんですけども、こればっかりはですねキャンペーン自体が始まってやってみないとねわからないっていう状況で、何とも言えない部分なんですよね。私もね情報発信していきますが、ちょっと現段階ではねちょっと回答としてはわからないっていう感じなんですよね。対象とね、なるといいんですけれども、もしかするとですねポイント宿泊をしてレストランラウンジ利用してね、その代金をホテルのね部屋付けにして、それがね領収書に記載されるわけなんですけども、そのもらう領収書とかをですねホテル側にね手書きとかね、そういう対応されたらですねキャンペーン適用という風になりそうなんで、かなりすごいことになりそうだなという風には個人的には思うんですけども、こればっかりはね突撃してみないとねわからない部分であります。したがってね、基本的にはですね、個人的には有償宿泊の方がおすすめかなっていう風に思っております。またね今回のこの GoTo トラベルキャンペーンっていうのは予算というものがね、ありますので、徐々にねホテル代金おそらくですけども上がっていくのはね、予想されますので、早めにね宿泊予約ねされるのがいいんじゃないかなというふうに思います。ですけども新型コロナウイルスのね影響等々もありますので、これを予約するにしてもですね後からねキャンセルがねしばらくの間できるようなねプランで予約するようにねしてくださいね。次にですねマリオットボンボイホテルにね宿泊するならベストレート保証を狙っていきましょうっていう話をねさせていただきたいと思います。ベストレート保証っていうのはマリオットボンボイホテルは最低価格っていうのをね保証している制度がありまして、同一プランね同一条件において他の外部のねホテル予約サイトに同一プラン同一条件でね安いサイトがあった場合、宿泊代金ね 25% オフ、もしくはマリオットボンボイホテルね5000ポイントがもらえるっていうね保証制度があります。これをもしね、獲得することができれば、宿泊代金で、25% オフからの GoTo トラベルキャンペーンで、35% オフもね、夢ではありませんので、ぜひね積極的に狙っていただきたいなっていうふうに思います。でこちらはねストレート保証に関してはですねちょっと前にね専用の動画ね出しておりますんで、そちらもね参考にしていただきたいなっていうふうに思います。次にねおすすめしたいのがパックプランの予約ですね。先ほども言いました通り、どのようなね形で今回のキャンペーンが適用になるかっていうのが、現時点で全然わからないっていう風になっておりますんで、基本はねパックプランっていうのがねおすすめですね。そうしておけばですね領収書にねレストラン代とかにね記載がされないのでね、パックプランでね申請することが可能ですので、当日にねレストランの利用とかランチとかの利用を部屋付きにしてねキャンペーンにね対象になるかどうかっていうね心配する必要がなくなりますんで、特にねホテルで朝食とかね夕食とかをね検討されている方はぜひねこのパックプランでね予約することをお勧めしております。次にねマリオットボンボイホテルに直接予約する場合はポイントサイトを通すかどうかは価格をチェックしてからっていう話をねしていきたいと思います。基本的にですねこのポイントサイトのホテル予約っていうのはこのポイントサイトを経由した時っていうのと経由してないね直接見る場合の価格っていうのは結構ね変わったりしちゃうんですよねっていうのがありますので、ポイントサイトを経由してねホテル予約する価格とそうじゃない価格をですねウェブページであれば iPhone の場合はね、サファリっていうのがありますよね。サファリで見て、その後 Google Chrome で見るとかね、そういう感じで価格をね両方チェックするようにしてくださいね。ポイントサイトを仮に通して場合で直予約の価格差が
ですね結構開くようであればポイントサイトを通している意味がね全くなくなってしまいますんで、特にねこの点はね予約する際にチェックしておいてください。次ですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードの限定オファーの活用ですね。まあ、先日ねこちらの限定オファーのね解説動画ね出させていただきましたけども、マリオットボンボホテル6万円の利用で1万円のキャッシュバックのね特別オファーをね届いている方がいらっしゃいますので、こちらもね専用の動画で解説見方とか解説してるんですけども、こちらはですね活用しない手はありませんので、キャンペーンオファー来られてる方はですねそちらね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。まあ6万円利用してね1万円キャッシュバックですね、かなり大きい特典というふうになりますんで、こちらもね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。次にですね、現時点で結構おすすめなのは楽天トラベルのセールですね。マリオットボンボホテルのね対象ホテルはねちょっと少ないんですけど40% の、ね、ポイントバックセールがやっておりまして、この 40% ポイントバックはもちろん、ね、楽天ポイントで、ねもらえるわけなんですけども、そこからですね GoTo トラベルキャンペーンの 35% 割引もね、もちろん利用することができますし、またね基本的にですね、マリオットボンボホテルは外部サイトを通してもですねステータス特典自体は利用することができますので、アップグレードとかねそういう特典は、利用することはできますけども、外部サイトから予約すると宿泊実績っていうものだけね、付与されませんので、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思うんですけども、これもねかなりね実質っていう感じですけども、お得に利用することができますんで、楽天トラベルのねセールもねぜひチェックしてみていただきたいなっていうふうに思います。次にですね、マリオットボンボホテルの夏のセールっていうのがね開始されました。こちらセール自体はね先日発表された新しいセールなんですけども、最大ね 50% オフっていうねキャンペーンになっておりまして、かなりねこれだけ聞くとすごいキャンペーンって思うんですけども、結構ね注意事項もありますんで、こちらもねよく確認してからね利用してください。こちらのキャンペーンはですね、キャンペーン期間が7月13日から7月20日、こちらは予約期間ですね、宿泊期間が7月の14日から12月31日までということで、かなりね宿泊期間自体は長いっていうキャンペーンになっておりまして、対象ホテルは国内ホテル38ホテルで、セール価格表示方法なんですけども、マリオットボンボ公式サイトちょっと出しておきますけども、予約する際にねプロモーションコードっていうのはね入れるところがありますよね。こちらに SPU っていうねアルファベットで SPU って入力すると、今回のねこのキャンペーンの価格表示がねされるようになりますんで、ぜひね活用してみていただきたいなっていうふうに思います。こちらはねキャンペーンのね公式サイトもね別に用意されておりますんで、こちらからね利用してみていただくと、もう SPU 入れないでねすぐ利用することもできますんで、こちらね概要欄に記載しておきますので、そちらもねぜひ参考にしてみてください。今回の、ね、このキャンペーンのね適用ホテルの中にですね、マリオットボンボホテル国内ホテルのね新規ホテルとかもね結構あるんですよね。 JW マリオット奈良、エズム東京ホテル、東京エディションホテル虎ノ門とかねありますし、またね高級ブランドであるねリッツカールトン東京とかもね今回対象っていう風になりますんで、これはねかなりおすすめポイントだなっていう風に思うんですけども、ちょっとね注意事項もよく聞いてからね利用するようにしてください。まずね予約期間が、7月13日もうこちらね予約期間始まってるキャンペーンなんですけども、1週間程度しかね予約期間がないんですよね。またホテルによってね今回 50% オフっていうキャンペーンなんですけども、こちらねホテルによってこの割引率っていうのはちょっと異なりますんで、その点はね通常料金とね比較して利用するようにしてください。またですね今回のこのキャンペーンですね、一番残念って言ったらあれなんですけども、気をつけていただき点はですね、事前決済のみの返金不可っていうところなんですよね。すごいねお得なキャンペーンであるんですけども、この新型コロナウイルスのね状況もまだ今後ねわからない状況で、返金不可でね予約をしなきゃいけないっていう今回のこのキャンペーンなんですよね。ですね、この点はですねちょっと利用しづらい部分ではあるかなというふうに思いますんで、この点はですねよく考えてからね利用するようにしてください。いかがだったでしょうか。今回は GoTo トラベルキャンペーンマリオットボンボホテル個人的攻略方法をね、解説させていただきましたけども、 GoTo トラベルキャンペーン自体ですね 35% 割引で宿泊することができますんで、これでねいろいろ組み合わすことができればかなりねお得に宿泊することができますので、ぜひね利用してみていただきたいなと思うんですけども、新型コロナウイルスのね影響はありますので、こちらのね対策だけは確実に取っていただいて利用してみていただけたらなっていうふうに
思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルではですねこういったマリオットボンボイホテル ANA マイル JAL マイルお得情報クレジットカードね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録されてない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。